ポップミュージックとは1950年代から1960年代にかけて西洋でロックンロールから派生して現代的形態で始まったポピュラー音楽のジャンルの一つ。ポピュラー音楽とポップミュージックはしばしば同義で扱われ、ポピュラー音楽は人気があるすべての音楽を指すと定義される。ジャンルとしてのポップミュージックは極めて折衷的であり、 多くの場合は他ジャンルからの要素を取り入れる。一方で楽曲に割り当てられる時間が長すぎず、動きのあるメロディが重視され、基本的な楽式を用いて、コーラスを楽曲中で繰り返すといった普遍的な特徴を持つ。多くの場合ポップミュージックはヒットチャート思考のものと見られているが、ジャンルとしてのポップミュージックはヒットチャート思考とは別の意味を持って存在している。 若者向けの音楽の中でもロックよりはソフトなものの代替として特徴を付けられる。イギリスの音楽社会学者であるサイモン・フレスによるとポップミュージックは企業が生産するものであり芸術的な性質よりも技術的な質の良さに重点が置かれ特定のサブカルチャーやイデオロギーに依拠せず全ての人にアピールすることを目的に音楽が設計されているとしている。また ポップミュージックは特定の場所や性質を持たず、利益と商業の報酬以外の野心からは、生まれていないとして、本質的に保守的であるとしている。主にレコード会社、ラジオ放送局、プロモーター等の比較的地位の高いところから、提供されるため、DIY の音楽ではないとしている。音楽学者、ティモシー・ワーナーによると、ポップミュージックは、一般的にライブよりもレコーディング、生産、 テクノロジーに重点を置いているとし、進歩的な開発よりも流行が反映される傾向があるとしている。また、ダンスを促進し、ダンス向けのリズムを使用している傾向があるとしている。主なポップミュージックの楽曲は2分半から3分半の長さで、一般的に一貫性のある楽曲が多く、リズミカルでシンプルな構造、主流のスタイルが用いられる。歌詞は、 一般的に単純なテーマに焦点が当てられ、特に愛や恋愛に関するテーマが多い。火星の構成は古典的なヨーロッパの調整音楽をシンプルにしたものが多い。ビートルズ、ポップソングという用語は人気があることのアピールとして1926年に初めて使用された語であるとされ、1920年代のカントリーミュージック、ブルースなどにおける様々なイベントから、 現代のポップミュージックが誕生したとみなすことができるとされている。ニューグローブ世界音楽大辞典の電子版グローブミュージックオンラインによるとポップミュージックは1950年代半ばにイギリスでロックンロールに影響を受けた新しい若者の音楽スタイルとして始まったとされる。ザ・オックスフォード・ディクショナリー・オブ・ミュージックによる説明では1950年代後半 以来コンサートでの大衆向けの音楽として、ポップが位置づけられていたが、次第にヒコテン音楽であるという特有の意味も持つようになり、ビートルズ、ローリングストーンズ、アバなどがその例として挙げられるとしている。1967年頃からポップとロックは、対極的な意味を持つようになる一方で、汎用性のある用語として、ポップが位置づけられていく。ロックには、 音楽としての本格的な性質や可能性の拡大が求められていき、ポップは商業的な性質や一過性のもの、わかりやすいもので形成されていくようになる。ポップミュージックはほとんどの他ジャンルに影響され、要素を吸収しており、初期のポップミュージックは主にバラードで、ゴスペルやソウルミュージックからボーカルのハーモニーの仕様を取り入れ、楽器の演奏法は、ジャズ、カントリー、 ロックから奏法を取り入れ、編曲をクラシック音楽から取り入れ、その他ダンスミュージック、電子音楽、ヒップホップ、ラップの要素を取り入れている。技術革新がポップミュージックにもたらした影響として、1940年代にマイクロフォンの機能が改善されたことにより、様々な歌唱法を用いることが可能となり、その10から20年後には安価で耐久性のある、 シングル版レコードが普及したことで、革命的にポップミュージックが広まっていくこととなった。また、1950年代にはテレビが普及したことで、テレビに出演するポップスターはその予報の良さを求められるようになり、1960年代には安価なポータブルトランジスタラジオやマルチトラックレコーダーが普及し、1980年代にはサンプリングが導入される。 1980年代初頭には MTV などの音楽専門チャンネルが台頭し、マイケル・ジャクソンやマドンナなどのアーティストによるポップミュージックの普及に大きな影響を与える。象徴的な楽曲としてバグルスのラジオスターの悲劇があり、MTV で最初に放送されたミュージックビデオでもある。1985年にアーハが発表した楽曲 Take On Me は、 特殊効果を用いたアニメーションによるミュージックビデオが評判となる。ポップミュージックはアメリカとイギリスの音楽産業が強い影響力を持っていたことにより国際的にモノカルチャー的な影響を与えた。一方でほとんどの地域や国は独自のポップミュージックの形式を持っており、それぞれの地域や国の特性が反映された形で生成される。 それらのローカルな特性もまた新たなジャンルの開発を導くなどした。また、日本などの非欧米諸国でもポップミュージックの音楽産業が繁栄。西洋のポップミュージックの普及の解釈として、アメリカニゼーション、コモディティ化、近代化、創造的な処分、文化帝国主義、グローバリゼーションなどが挙げられる。2000年代以降、 ポップミュージックは違法コピーなどの海賊版の影響もあり CD の売り上げが減少傾向にある。これについて音楽評論家、コメンテーターデイブ・グロールはポップミュージックの品質が低下した型にハマった音楽であった収益主導型であった創造性がなかった古い時代に比べて歌手の才能が低下と述べたが売り上げは低下していく。一方で 2012年から2013年までには iTunes などによる合法の音楽配信による市場が確立される。アメリカの音楽批評家ロバート・クリストガウの2014年の発言によると世界中のポップミュージックにエレクトロニックダンスミュージックが浸透しているとした。ありがとうございます。